まったく次から次へと。ここが天守閣だと知らなかったら、どこぞの市場か何かと勘違いしていたところよ。少しはお利口さんになったのかしら。あ、九条サラが宿女に。稲妻の民が犯した過ちは私が裁きます。あなたの出る幕ではありません、宿女。それは申し訳ございませんでしたわね、将軍様。はいはい、私のことが忘れられないのは分かってるから、そんなに私の名前を口に出さないでちょうだい。私を恨んでることも当然知ってるわ。しつこい旅人ね。ここであんたと会うのも全く不思議なことだとは思ってないわよ。そんなに急いで将軍様の前で私の罪を暴きたいの？私はただスネージュナヤから外交の施設として来ただけよ。あんたが何を言ってるのか全く見当もつかないわ。オイラたちのこと眼中にないみたいだぞ。私が興味のない人や物事の話はやめてちょうだい。名前すらも他人に覚えてもらえないような小物たちがこの永遠に至るための革命で踏み台となれるなんて、彼らの短い人生からしたらそれはそれは大きな誉れだったのではなくて。将軍様、私の言ったこと間違ってるかしら。昔のことを掘り返すの、あんたって執念深いのね。スネージナや女皇の理想はこの世で最も高貴で純粋なもの。それに比べればあんたの言ったものは取るに足らない必要な犠牲に過ぎないわ。決着。私もあんたの顔は見飽きてきたところよ。でもあんたがそんな無謀な人だとは思わなかったわ。そんな偉そうなことを言う前に分かってるのかしら、あんたはまだ稲妻にとって最も重要なお尋ね者だってことを。自分の置かれてる状況をよく考えることね。天守閣に押し入り御前で大口を叩くなんて、自首以外の何だというの？あんたと私の間にある差を分かってほしいわ。地位も実力もね。あ？分かりました。まさかそんな手があったなんてね。あんたもこの国のルールを利用できるようになったってところかしら。かろうじて自分を私と対等の位置まで引き上げるとは。認めるわ、これは私にとっても予想外の手。でも敗者は死ぬのよ。分かってるのかしら、旅人。じゃあここは甘んじてあんたと一曲踊ってあげるわ。あんたと私どちらかの命が尽きるまで。お望み通り執行官の権能と優雅さを見せてあげるわ。ルオパー、火を。岩の重さ。任せてください。雪を前、邪魔するなよ。
よくもこの私に。執行官の天皇も邪魔になってきたわね。私は私の持つ運命を再び健在させる。眉から出るまで震えて待つといいわ。蒼白の炎は今も燃え続ける。よっ、いや、くらえ。過ちをただ、蒼白の炎で剣氷を溶かした今、私の苦痛を見届けるがいいわ。罪と罰の烈焔の中で、あんたの魂を燃やし尽くしてあげる。あなたは永遠の敵ですが、勝者の栄誉は認めましょう。生きてこの天守閣から去ることを許します。ライデン将軍があんな簡単にオイラたちを見逃してくれるなんて考えにくいよな。空気中に漂う雰囲気がどんどん重たくなってる。ライデン将軍による威圧なのか。宿女がライデン将軍の刀で死ぬなんて。確かに罪はあったけど、なんか考えさせられるな。
執行官たちは神の心を集めて何がしたいんだ？おい旅人、頭が痛いのか？しっかりしろ。やっぱり早くここを離れよう。なんか嫌な予感がする。そういえば宿女を斬ったあの無双の人たち、強すぎてわけわからなかった。あの一撃が本当に無敵なら、ライデン将軍を倒すなんてできるわけない。ミコが言ってたな、オイラたちに千住百目神像の前でもう一回一心浄土に入れって。でも今オイラたち自分の身すら守れない。計画は一旦置いておこう。空気中に電気の流れる音が、息がうまくできない。旅人大丈夫か？なんで何も言わないんだ。確かに天守閣からざわついた声が聞こえる。何か起きたのかな。あの声すごく緊張してるみたいだ。何が起きたのか見に行ってみようぜ。いつの日か雷帝に相対する者がこの地上に現れる。一体何があなたを再び私のところまで来させたのでしょう。その愚かな勇気は人々をかばうため、それとも私に謁見するのが目的ですか。おや、よもやそんなことを言うために私を永遠の瞑想から呼び起こしたとでも言うのですか。だとすれば私も見くびられたものです。メガリレーに関することはもちろん知っていますよ。いいえ、私が知っているのは永遠についてのみ。メガリレーの発令も私が黙認したことです。あのファデュイたちの行いは永遠の脅威にはなっていません。さもなければとっくに粛清していますよ。願いとはもともと永遠にそぐわないものです。
あなたはまだ気づいていないかもしれませんが、願いを追い求めるというのはたくさんのものを失うことなのです。神の目を摂取すること自体は命を奪うことではありません。命を落としたのはむしろ願いを追い求めた者たちではありませんか。旅人さん、あなたは確かに特別な存在として私の目に映っています。あなたの身には数えきれないほどの不確定要素があります。言い換えれば、あなたは永遠から最もかけ離れた存在であれば、私は別にあなたに理解してもらおうとは思いません。あくまでも世のために永遠の道を歩んでいく、ただそれだけです。そう、そんなことも知っているのですか。まあ別に構いません。大方、私の意志を動揺させる隙を探っているのでしょう。いいでしょう。永遠に背くもの、あなたの覚悟を見せてもらいます。願望の暴君は破滅をもたらすでしょう。きれいにしませんと戦場のお掃除の時間です。話が通じないなら、あよっ、短所鉄拳、下がれ、くらえ、立った、よっ、あれ、え、よっ、くる、決断しなければ、熱々でしょ、助けが必要な方がいるはず、えっ、燃えよ、ライト、永遠の土を照らす。え？やっ、岩の重さは遅い。急ごう。ブーン、トン、フォーレ、行くぞ。やっ、さあ、ふっ、は、はあ、くらえ、トン、そこだ。えっ、やっ、不安定な要素は取り除く必要があります。うん、うん、はっ、やっ、助けが必要な方がいるはずです。やっ、やっ、たっ、はっ、やっ、油断できませんね。え、やっ、たっ、くすっ、遅い、えっ、なんじゃ、今さら思い出したのか。ミコ、これはあなたの計算ですか。意識を物体に憑依させる技、誰に教わったか忘れたとは言わせぬ。もしやなんじゃ、己の願いだけで A の意志に勝てるとでも。なんじゃはここにいるだ。彼らの願いは特に何時に宿っておじゃから、目を閉じるがよ、俺は何だ。
メガリレーを廃止してほしいです。